いい子で行くプチ東京散歩。いいじゃないですか。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はこのいい子を使ってこれからあの東京タワーを目指していきたいと思います。今回はフリーバイオニクスの車椅子アシストドライブイーコを使って東京散歩していきます。重さは 6.2 キロで1回の充電で20キロくらい走ることができます。折りたたみにも固定車にも取り付けが可能です。この動画で使っているのは旧型になるんですが、3月から新しく上り専用モードというものができて、この自分の漕ぎのアシストなしで坂をゆっくり登ることができるようになりました。これもしアシストないと一人はできます、うん、できないですか。アシストあるから、はい、そうですね、降りるの方は大丈夫ですね。ニュートラルにして車に乗り込みます。観光地に行った時など車で移動する人も多いと思うんですが、いい子の着脱が簡単にできるのかというのを検証してみます。でここを取るでしょ。あ、電源切ります。で線取ります。はい、で、あ、抜けそう、抜けた。取ってとりあえず一旦この辺に置いといて、あーすごいですね。アタッチメントの重さが約1キロプラスされますが、持ち上げるには私はそこまで苦はなかったです。手動の車椅子ではちょっと大変物足りないっていう方でも、簡易電動だと車の移動、タクシーに乗り込む時が大変という方には簡単に取り外しができるいい子がおすすめだと思います。何回か漕ぎ出すことでいい子が作動します。いい子を使っている人は私のような脊髄損傷の下半身麻痺ユーザーだけではなくて、移動が大変な高齢者の方々、そして脳性麻痺、肩麻痺の方も利用しています。移動が大変で出かけるのが億劫、出かけても疲れるという方々がいい子を使うことで出かけるのが楽しくなった、楽になったと言って、すごくいい子買ってよかったっておっしゃってるそうです。いい子を取り付けても走行中にいい子自体の重さをあまり感じることはありません。いい子を使ってみて、個人的にちょっと皆さんには一度体験してから試してほしいなと思うところがありました。段差越えです。私自身こう後ろについてると、いつもよりは段差を越えるのにちょっと手間取ってしまったので、人によってはこのいい子が軸になって段差越えしやすくなった、安定するようになったっていう方もいらっしゃるので、そこは試してみて皆さんで実感してみてください。固定車へのアタッチメントの取り付け方法です。ここのくるくるボルトネジみたいなのを回してかませる、はい、かませますからの、最後水平確認して、できた。納車時にアタッチメントは業者さんがつけてくれますが、その後何かあった場合は自分で取り付けをしないといけないので、覚えておくといいと思います。感じで、はい、なので右か左、うん、ユーザーさんの好きな方、はい、そう好きな方で構いませんので、まだ使わない時も簡単に、はい、うん、取れる。ちょっと横に収納して、うん、操作するボタンは4つです。これがゆっくりモード、これが速いモード、これがニュートラルで、停止するときがここです。
価格は43万9千円の税込み送料込みになります。為替状況で変動があるので2023年4月現在の価格になっています。はい、ということで東京タワー来ました。イコをもし買いたいっていう人は私 の, そのプロモーションコードっていうのが概要欄にあるので、そちらから購入していただくと割引がされるということなので、フリーバイオニクスさんのオンラインストアから購入が可能です。コードのところに MACO2023 と入れていただくと、なんと定価より4万5000円の割引が適用されます。ネットちょっと難しいなという方は電話でも注文できますよ。それも一緒に確認してまずは体験してみて、いい子の良さを知ってもらえたらと思います。はい、ということで、はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。